皆さん、こんにちは。ブロガーの草子です。2021年12月8日の地震情報ですけれども、福島県沖が最近地震多発しております。福島県沖だけではなくてですね、東北沖から北海道東方沖にかけて地震要注意ということで解説をしていきたいと思います。直近の地震ですけれども、トカラ列島近海が未だに揺れております。それから伊豆大島近海も昨日ぐらいまでちょこちょこ揺れてましたけど、12月8日はなかった感じですね。それから石川県の能登地方、ここもね、今年めちゃめちゃ多いんです。で、石川県の能登地方も要注意ですけれども、合間に挟まっているのが福島県沖ですね。これ本当にね、ちょっと気をつけたいなというところです。で、福島県沖、しょっちゅう起きてるといえばしょっちゅう起きてはいるんですけれども、12月の6日に2回、12月の8日に2回と、起きております。特に12月8日はですね、マグニチュード5.0が2回、起きております。福島県沖は本当にしょっちゅう起きてるので、もう震度3ぐらいの地震は、常時起きてるみたいな、もうね、もう毎月4、5回ぐらい起きてるみたいな感じではありますけれども、とはいえですね、6日から8日にかけて4回で震度3が3回というのはちょっと多いかなというふうな形で気になります。で、福島県沖をですね、2004年以降の震度順に並べたものですけれども、実は一番大きかったのが2021年、今年です。2月13日に起きたマグニチュード7.1、震度6強というとてつもない地震が起きております。なんとなく福島県沖というとですね、2011年の3月11日の時に、東北沖で起きて、その余波で福島県沖でも起きてるんじゃないかと思われがちですけれども、福島県沖の震源としては、実は今年2021年のがかなりでかいと、さらには2013年にも起きてます。2011年にも5強のものが起きてます。それ以外にも2019年、2017年、2016年もこんなに震度5以上があるんです。で、マグニチュードを見ていただければ分かる通り、ほぼ6以上というとてつもない地震がしょっちゅう起きている場所が福島県沖ということで、本当にですね、ここちょっと要注意かなというふうに思います。で、ただ福島県沖だけではなくてですね、例えば苫小牧沖とかでちょこっとあったりとか、あとは青森県東方沖なんかでもありますので、基本的には福島県沖、宮城県沖、それから岩手県沖、青森県東方沖、それから北海道東方沖、この辺りが一体となって活発になっている可能性もありますので、福島県沖を中心に注意と、あとはちょっと多いのは石川県能登地方ですね。石川の能登は非常に多いなと、あとは伊豆大島近海、ちょっと収まったふうには見えてますけれども、こちらも気になるところ。あとはですね、熊本がちょこっと起きているので、その辺も注意かなと思いますけれども、とにかく怖いのが東北沖、それから北海道東方沖ということで、もうね、すでに東北結構寒いと思いますので、こうした時に電気が、なくなったりすると大変ね、寒さという問題も出てきますので、ぜひ備えをしっかりしていただきたいなと思います。